玉ねぎ、長さいろいろ不揃いですけど、まあまあ育ってきましたので定食をしたいと思います。玉ねぎの定食終わりました。約400本増えました。で、早生のものもお手のものももうまとめて全部定食してしまいました。目がセルトレーンの中で苦しそうにしてたのが船の上でのびのび育ってくれるんじゃないかなと期待してます。去年はもうピンポン玉よりもちっちゃい玉ねぎで失敗しましたけど、私はなんとかソフトボールまでいかなくても野球ボールくらいまでいってほしいなというふうに思ってます。頑張れ玉ねぎ。